タンタンでーす。ギブソン、アドバンスドジャンボコアですね、カスタム品ですね、こちらのご紹介をいたします。第一印象は非常に軽い、そして、めちゃめちゃオーラあるギターですね。こんなに軽いギター、今喋っててもこの右手に実はすごく振動が来てるような感じなぐらい軽いギターです。これはこのギターの特徴と言ってもいいんではないでしょうか。ということで、こちらですね、ご紹介いたします。一応名前の方はですね、ギブソン AJ アドバンスドジャンボのコアっていう、名前になります。まずトップから紹介しようかな。トップ、このスプルースですね、お腹の出もほとんどなくてですね、大変綺麗な初期状態と、同様と思います。はい。で、結構ねいい材使ってですね、これ木目がとっても私も好きな、なんかギター作る時にはこんな材を選ぶぞっていうような感じの、木目を、作っております。で、やっぱカスタムラインなんでしょうね。大変上手に、作っております。その中でも、特徴なのがまずロングサドルですね。音の中心を軸をしっかり取ってくれるので輪郭がくっきりする効果があるのがやっぱりこのロングサドルの魅力じゃないでしょうか。で、ここの振動ですね、ここはボディに弾いた時にこのサドルに伝わって、それが、まあ、もちろんこっちにもサウンドホールにも入ってますけどね、ブリッジからトップに振動率がいいギターの方がバンバン音鳴るよねってやっぱ思う方多いと思うんですけど、こちらのギターその通りの、理屈をとってまして、しっかりと輪郭ガーンと音がでかくバーンと出るんですけど、輪郭くっきりしててな、さらに振動率がとってもいいので前に表に音が出る印象します。それの理由として、ブリッジですね、ブリッジが非常に薄いセッティングになってますね。この高さですね、こうやって見た方がね、この高さ、ここを見てください。こんだけ薄いラインってあまりギブソンでも作らないですよね。これが多分効いてるのかななんてちょっと思ったりもしております。まあ推測な部分もあるんですけど、半分は本当の話だと思いますので、まあ、ご検討されている方はそんな部分も注意しながら見ていただいてもいいのかななんて思います。で、コンディション的には問題ないですね。で、サンバーストなんでスクラッチ傷ですね、吹き傷だとかが多少ありますそのぐらいでございます。で、次がですねトップですね、指板、非常に
あのいい感じになっております。はい、こんな感じになってますね。ギブソンの、オールドロゴが入っておりまして、ナットサドル、全てうちの方でもう一度丁寧に、研磨と調整をしまして、エッジが当たらないように、少しファイリングをしました。で、フレットの気になる消耗なんですが、ほとんどこれもね、新古品みたいなもんですね。ほとんど傷がないのでラッキーですね。はい、ネックコンディションはもちろん問題ないです。で、後ろですね、こんな感じになっておりまして、ギブソンの、こちら、カスタムギブソンというロゴが入っておりますね。ここでペグはオリジナルで、5等のペグがついている感じになっております。はい、それでですね、ポイントはこの打痕ですね。ネックの打痕はほぼなしですね。まあ使用感があった時の、細かなスクラッチ傷ぐらいでしょうか。そんなところでございます。そして、バックいきます。サイドが、さあ見てください。やっぱり今回お伝えしたいのはここですよね。この木目どうですか。コアのこのシリーズ何本か出たと思うんですけど、その中でもかなり素晴らしい内側木目を見せましょうね。いや、これはなかなかギブソンでもないんじゃないかな。とっても綺麗なコンディションで、木目もたまたまですけどいい木目なんですよね。これが非常に持ってて楽しめるギターの一つかなといったところでございます。はい、こちらのギターをね、これから販売いたしますので、ぜひご検討いただければと思うんですけど、現在のところですね、原稿ちょっとね、竹目のセットの状態にしてあるんですよ。もともとはもっと高かったんですよ。ただほどほどにやっぱりコアなんで、針の音があった方がいいんで、ちょっとこう試しに少しあまり下げ気味にせずに販売しようと思って、今にでもね、フレットのライが意外とこのギター高いので、 3.0 ぐらいなんですよね今で。1弦側が 2.0 とか 1.9 ぐらいなんですよ。なのでちょっとね、高めのセットに実際してるんですけど、まあそれでここの刃がないんだったら問題ですけど、しっかり残ってるので十分対応はどうにでもなるぞといったところで、やっぱりその何て言うんだろう、やっぱりちょっとこうチューニング変えたりする、変速チューニングってやつですか、そういうのも楽しめるために少し。まんまにしておきます。してもやりたくなるそのハーモニーっていうのが、このギターはとっても楽しいです。
そういった意味でもやはりこのコアは魅力が強いんじゃないでしょうか。な、こんなで、早く販売しろよといったところでございますので、これから販売いたしますので、ぜひ、スラッキー系もやってる方もいけちゃうギブソンですね、ぜひ当店で実際この木目を見ていただけるとこのオーラが伝わると思いますので、お問い合わせをお待ちしております。そんな感じでした。淡々でした。バイバイ。